アナキンだ。そう、ここでこのケーキを誰かがつまみ食いしたホイップクリーム事件が発生したみたいです。なんでカルちゃん探偵、それだけで大事なのか。大事です。マジか。じゃあこのケーキは何円するのだ。そしてここにいた店員さんが言うには怪しい人が3人いるみたいです。その怪しい人を1人ずつここに呼びますので、カルちゃん探偵、犯人かどうかを見極めて事件解決につなげてください。はい、それでは1人目の方どうぞ。良いんじゃない。それでは1人目の方どうぞ。カルちゃん探偵、1人目の方です。ここで働く店員さんです。私はケーキなど食べておりませんよ。なるほど、どうですかねカルちゃん探偵。多分違うと思います。そうですか、じゃあ2人目の人を呼びましょう。はい、2人目の方どうぞ。2人目の人はアナケナです。俺かい、俺かい。俺は違う、絶対違うと思う。俺はここにいなかったはずなんですけどね。確かに一番目にここの現場には来ましたけれど、でも絶対アナケナではない。怪しまれることはないと思うんですけど。違うと思います。違いますよね、違いますよね。ならあと1人の可能性がありますね。そうですね、あと1人怪しい人がいるみたいなので、その人を見てみましょう。はい、そして3人目の怪しい人はこの人です。お、おい、俺じゃねえぞ。俺じゃねえからな。全然ここに来たこともねえし、ケーキなんか食べたこともねえわ。俺じゃねえぞ。じゃあなんでそんなに口にホイップクリームがついてるんですか。そうだ、カルちゃん探偵の言う通りだぞ。めちゃくちゃ怪しいじゃないか。え、あっと、あっと、こ、くり、このクリ、クリーム、これはケーキのクリーム、もうケーキのクリームって分かってますよ。あー、うわ、ふわ、くわ、そう、あー、ちょっとした出来心だったでやんす。私はケーキを食べたことがなかったんで、つい手が伸びて食べてしまったんだ。すいません。まあまあ、その代わりケーキ代のお金払ったら解決するでしょ。わかりました。本当にすいませんでした。出来心で今度はちゃんとお金を払ってケーキを食べます。すいませんでした。やりましたね、カルちゃん探偵。はい、これでこのホイップクリーム事件は無事に解決です。いやー、ナイスな名推理でしたね。うん、バレバレだよな。事件解決。いやー、カルちゃん探偵、何、昨日の推理ほんとお見事でしたね。ホイップクリーム事件のことですよ。まさに名探偵と名のつくだけあります。何やってんの。仕事。できないからね、これ。仕事してる感じ。これしかできないからね。仕事してる感じですけどね、はい。しまった。あ、どうしたんですか。グー。どうしたんですか。やばいっすね。仕事の量が多すぎてやばいんですか。出れてしまった。そうでもない。そうだ。はい。カルちゃん。僕たち探偵二人がね、博物館に招待されてたんでした今日は。だからハッピーだったんだよ。そうそう、急いで行かないと。でも仕事があるからゴーン。いやー、でも大丈夫です、これも仕事のうちですからね。そうなの。はい、早速行きましょう。博物館はフーターさんがいる場所ですよ。はい。例えばカルちゃん探偵、はい、博物館はどこでしたっけ。ここだ。ここか、近いな。間違えて立てちゃった。めちゃくちゃ近いな。間違えて立てちゃったやつだ。よし、じゃあ行きましょう早速。はい、あここだね。ここですね。あ、ふーたさん、ふーたさん寝てますけど。夜行性だから寝てる。ちょっと起こしてください。うわぁ、すみません。今日はよくお越しいただきました。私がここの館長のフータです。ほほ、いやー、昨日の事件お手柄だったみたいですね。ほほほほほ、いやいやいや、ありがとうございます。その二人にね、この館内をほほ見ていただければと、ほほ思って、ほほ、ちょっとほほが多い感じがしますけどね。フータ、フータ館長。いやいや、そんなほほ、そんなこと、ほほないほほないほほ、ありすぎだ逆に。ほほほほ、ちょっとほ、最後ほしか言ってないよね。ぜひとも、ほほ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 ほしか言ってないから何言ってるかわかんないんですけど。普通に喋ってください。いやいやいや、ここでね、今日は2人にこの館内ちょっとね、まだ未完成ではあるんですが、ほほ、まだ皆さんに見せる前にぜひ見ていただきたいと思って
お越しいただいたんです。ほほ。ただしね、私はここのシステム上全く一歩も動くことができません。ほほ。足が止められてるもんね。そういう細かいことを言っちゃいけませんよ。なので別の方に今日はねこの館内を案内させますので、ぜひゆっくり見ていってください。ほほ、はい、それじゃあグラ君、グラ君、いや皆さんよくお越しくださいましたね。ちょっと見えないけど顔が。本当だ。ああ、ふたさん寝ちゃった。グラ君、あとよろしく頼む。寝ちゃったよ。ふたさん寝ちゃったよ。今日は僕がふたさんの代わりにこの館内を案内するグラです。グラさんですね。グラさんだって。グラさん。サングラスみたいだね。よく言われるんだよね。まあそんなことはどうでもいいとして、早速行きましょう。じゃあまずは虫がいい。虫ですね。じゃあこっちです。来てください。いけねえよ。俺いけねえや。うわあ。何ここ、魔法だ。さっきあのちっちゃかったのにこんなでかいなんて。このエリアは虫がたくさんいるエリアで、こういった針葉樹を配置しながら虫を見ることができます。すごいですね。うわあ、ミノムシだ。あ、ミノムシだね。ここはすごく広い博物館なんですね。外から見ると狭く見えましたけどね。そうなんですよ、異次元でしょ。うわ、タマムシがいる。タマムシは説明は書いてないや。僕もあんまり詳しくはないんだけど、もしね詳しく見たかったらふうたさんに聞くといいですよ。はい、ふうたさんはよく知ってますから。こっちもなんだろう。こっちにはうわー、蜂がいたりするんで気をつけてください。はい、でも大丈夫です。蜂とか、ここの蜂は襲ってはきませんので。ああ、カマキリもいる。すごいでしょ。何がいるんだ。ここはね、季節の昆虫がよくいるので。あ、人面カメムシもいますよ。ほんとですね、よく見るとここに人面カメムシ、近くで見るとこうやって、うんうん、いやー気持ち悪い。僕もあまり虫は得意じゃない方なので。ところでカルさんは虫は得意ですか。あんまり得意じゃないみたいですね。普通だ。他は、まあまだこの博物館は未完成なもので、これから先も虫はたくさん増えていくと思います。半秒、いた。あ、いたいた、飛び出してるね。あ、逃げないで。逃げるけど落ちないんだ。やばいな、頭いいな。どっか行く。すごいな、ここでも自然豊かな感じがすごい。素晴らしい博物館ですね。これは絶対みんな来るよ。半秒、綺麗だな。それじゃあカルさん、はい、今度は上の方に行きましょうか。上、こっちの方ですね。うわ、蝶々いるよ。蝶々もかなり採取してます。寄贈してもらってますからね。アゲハとかいる。ここは季節の昆虫だね。うん、秋アカネと銀山だね。いいですね、すごいすごい。しかしこの博物館本当によくできてるわ。うわすごい。この大木は何ですか。カブトムシが来る予定なのかな。そうですね、まだ未完成ですから、まだまだ楽しみなことがいっぱいありますね。なら下を見たいな。じゃあこちらからぐるっと回りましょうか。はい。いやー、ここ本当にすごいな、素晴らしいですね。さあ次はこっちのエリアに行きましょう。よし、奥にも虫のエリアがあるんで。はい。うわー、たくさんの蝶々がいますね。これは綺麗なのかな。すごいですね。座れるよ。うわ、すごいすごい。座って見ることもできるんだ。うわ、綺麗だね。綺麗な蝶々がいっぱいいるね。なんで蝶々出ていかないんだろうね。すごいでしょ。これがふうたさんのテクノロジーですよ。あの人一体どうしてるんだろう。後で教えてもらわないと。あ、見てこの蝶々、最近出てくる蝶々だ。ほんとだ、すごいや。季節の蝶々もいっぱいここで見れることができそうだね。うん、もういなくなった蝶々もここにいるよ。花があるからみんなここから出ていかないんじゃないか。でもなんでここ開いてんだ。あ、テントウムシいる。ほんとだ、テントウムシもいる。ちっちゃくて見落としちゃうぐらいちっちゃいね。うん、じゃあこっちの部屋に行きたいな。そうですね、次は上の部屋に行きましょう。うわ、何ここ。ここでは少し珍しいカマキリやガなんかがいますよ。うわ、ムカデもいるし、ダンゴムシもいるよ。危ない虫なんかもいるんでね、ここは季節にまた応じたショーケースとなってますよ。うん、秋みたいだね。そうだね、ここは秋みたいだね。ここなら安全で見れるね。ね、これも花カマキリだよ。珍しいカマキリだね。うわ、リアルだ。こんなのなかなか見ることできないし、
うん、面白い博物館だね。ね、ここはタランチュラ。タランチュラ、ほら、雲がいる。わわ、すごいすごい、奥の方に隠れてるみたいだ。でも夜になったら動くよ。フナムシとヤドカリだ。ここはちょっと水のイメージを作ってるんだね、海辺の。波消しブロックまで置かれてね。ほんとだ、でもちっちゃい波消しブロックね。かわいいミニチュアみたいになってるね。ヤドカリもこもってます。ヤドカリはあっちにいますね。はー、他は上もある。あ、なにこれ、すごい、バッタとかがいる。ここは横から見れるように工夫された、とっても変わったショーケースなんです。なんかこれ見て、地面潜ってるよ。わー、すごいな。とかバッタもいるし。ここは本当に昆虫の観察がよくしやすくできてるね。ね、他はすごいな、本当に。ここはアリンコとか入りそうだね。本当だね。まだちょっと入ってないみたいだけど。あ、見て、ここはね、ちょっとした研究室でいろんな生態を研究してるんです。素晴らしいでしょ。すごいね。やはり昆虫にはいろんな不思議なことがいっぱいありますからね。はい、じゃあこっちも行きたいです。ちょっと待ってくれる。そこ出れないよ。いや、すごいな、見るだけじゃなく研究もしてるんですね。わ、見て、生きてる。これは人食い花、人食い花じゃねえや。なんだろう。虫食い花かな。それじゃあ下の方に行ってみましょうか。よし、あ、戻ってきた。そうですね、昆虫エリアは一周回ったみたいなので、じゃあ次はもう一度エントランスに戻って違うエリアに行きましょう。じゃあ次は魚がいいな。わかりました、魚のエリアですね。はい、よし、魚、魚。魚のエリアはそちら、右の方向です。ほんとだ、魚の模様だ。ふうた会長、寝てますね。ダメだ。大丈夫ですか？うわ、さあ、こちらが魚のエリアですよ。これはチョウザメかな？魚のエリアはすごく珍しい魚もいるんで。ここはなんだ？ゆっくり見ていきたいものですね。わー、メダカとか金魚がいる。すごいね、ここ透き通った水が綺麗でよく見えるよ。素晴らしいな。わ、こっち来た、メダカが。もうちょっとたくさん入る感じだね、この水槽は。大きいから、ね、これも大きいよ。なんかオタマジャクシがうわーってなってるけど。いろいろいるね。そうですね、ここは比較的珍しくない、よく見るような魚やら何かがいるんでね。ブラックバスかな、あれは。ある意味親近感が湧くんじゃないでしょうか。こちらはなんだ、まだ何もない。そうですね、ここは珍しい魚が入る予定です。そうなんだ、大きめのね。へえ、ウグイとか船とかドンコとかイエローパーチ。さあ、こちらのエリアは深海のエリアですよ。へえ、海だね。もっと珍しい魚が見れるエリアです。行きましょう。はーい。うわー、何これ、すごい綺麗な場所だな。うわー、すごい、これは何の大群なんだ。これはアンチョビの大群ですよ。で、その隣にいるのはアジかな。まだまだこの水槽はね、大きいのでたくさんの魚を入れる予定です。すごいな、これは楽しみだね。あ、何ここ、ここは あれを見てください。ここは特に深海の魚、珍しい魚が見れる場所ですよ。大きいね。竜宮の使いなんかめったに見ることできないんですからね。そうだね。すごいや、ちょっとした潜水艇なども展示してますので。ダイバースーツ、すごいね、本当によくできた博物館ですね。うん、上はこっちの裏から回ればなあ、こっち側からも見れるというね。ねえ、面白い、うん、楽しい水族館になってます。あのアンチョビ、やたらと動きがすごいね。熱帯魚みたいだね。そうですね、大群の習性があるんでしょうね。それでは次のエリアに行きましょう。はい、こっちか。うわー、何ここ。あ、クリオネがいるよ。天使みたい。天使みたいな姿が可愛いクリオネですよ。こっちは、うわ、なんかいろいろいるよ。そっちは海中トンネルをイメージした場所です。うわー、スズキ、すごい、ヒラメもいる。タイムもいる。これはすごいね。下からも見れるよね。何がいるんだ。あ、タツノオトシゴがいるよ。ちっちゃいですけどね。こっちはタイ、カレイ、ヒラメ。ヒラメ大きいな。ここら辺はよく食べる魚がいっぱいいますね。皆さんの食卓にもよく並ぶんじゃないですか。まあね、並ぶやつもあるね。上行ってみよう。それじゃあこのトンネルを上に行きましょう。うわ、
何この水槽。水槽。うわ、すごい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 。あ、これ熱帯魚関係。ここは綺麗な場所だね。ねえ、蝶々みたいだね。確かに蝶々、ね。まだまだ種類はたくさん増えていくでしょう。こんだけ大きいんですからね、水槽は。そうだね。まだまだこの博物館はどんどん大きくなりますからね。本当に楽しみです。さあ、次のエリアに行きましょう。次のエリア、いよいよこの博物館の目玉、化石の場所ですよ。さあ、ここです。この下に降りると、皆さん大好きな恐竜の化石なんかがあったりしちゃいますんでね。ふうたさんは化石が好きだもん。ふうた館長は化石にこだわりがあるのでね。行きましょう。はい。楽しみわあ、暗い。ただし、まだ化石も全てを揃ったわけじゃありませんので。琥珀もあるよ。すごいね。あれが恐竜の血を吸ってたらね、恐竜が復活したりしてね。それはジュラシックパークな。ここはなんだ、大きい化石かな。さあ、こっちに大きな化石がありますよ。いやー、さあ、これです。化石、恐竜の化石ですよ。恐竜の化石だ。素晴らしい。ここはすごい。これはみんな来たくなる場所だよ。一番ここにはたくさんの化石がありますからね。わあ。ただ未完成なのがちょっと残念ですよね。まだ頭がないね。そうだね。さあ、こちらからも見れますよ。上から見るんだ。わあ、すごいねこれ。すごい、本当にこれは楽しい。そうですね、この化石は本当にたくさん集めれたらここはもっともっと楽しくなるでしょうね。本物の化石だ。見たことなかったからすごいと思うよ。それじゃあ、あちらの通路にもまだまだ化石がありますので行きましょう。ここに通路があるよ。ああ。さあ、こちらにも化石がいっぱいあります。マンモスかな、これは。マンモスだ。スミロドン。スミロドン。メガロケウロス。何この顔。アウストラロピテクスだね。わー、すごいねこれ。なんか面白い。あ、これなんか島一緒にいるこの形がある。そうですね、ここの住人の方たちにも楽しんでもらえるようにいろいろ工夫はしてますよ。ほら、こういうポーズしてるね。すごい博物館、本当にここは楽しいわ。ねえ、ここ本当にいい場所ですね。ですよね。一通り館内は歩き回ってみましたので、風太館長のところに戻…ちょっと待ってください。何？カルさん、アナキナさん、とんでもないことに私は気づいてしまいました。ここにあった化石がなくなっているんです。そんな、それは大変じゃないですか。なくなったの？カルちゃん、これは事件だよ。僕たちの出番じゃないか。大丈夫です、安心してください。僕たちは名探偵です。ここから盗まれたその化石、必ず見つけ出しますので。本当ですか、よかった。とにかく風太館長のところに戻りましょう。ちょっと待ってください、カルさんに、アナケナさん、こんなところにメッセージが落ちてます。なんて書いて。タタハマ食べに行け、タヌキ。どういうことだ、どういうことでしょうか。もしかしたらこれは犯人が僕たちを試しているのかもしれませんね。タヌキって書いてあるのがまず暗号なんじゃない。そうだ、ここは動物の森、タヌキといえばタヌキチさんじゃないですか。そんなタヌキチさんが犯人だわけないでしょ。いやいや、でもタヌキチさんが何かいたずらをしてるかもしれないし。そんなことする暇ないよ、いつも事務所で働いてるんだから。そうですよ、まさかタヌキチさんが悪いことをしてるとは僕にも思えませんけどね。いやいや、でも何かの手がかりにもなるかもしれないし、タヌキチさんのところにとりあえず行ってみようよ、母ちゃん。はい、行こう。タヌキチさんのところに行ってみよう。それじゃあ僕はここでこの館内に残りますので。いやいや、ちょっと待ってください。一緒に来てください。そうですよ、タヌキさんのところにもしその盗まれた化石があったとして、僕たちではそれがその化石かわからないし、グラさんも一緒に来てくださいよ。そうだよ。わかりましたよ、僕も行きますよ。行こう、カルちゃん。何？ん？行きましょう、すぐ行きましょう。急いで行きましょう、走って行きましょう。タヌキチさん、おーい。なんだな、もう。さっき博物館にタヌキと書かれたメッセージが落ちてたんです。何か知りませんか？そんなの知らないだな、もう。私は関係ないだな、もうよ。やっぱそうなんだね。そうか、そうなるとさっきのメッセージは一体何なんだろう、カルちゃん。やっぱ謎解きなんじゃない。タタハマ食べに行け、タヌキってどういうことだよ、カルちゃん。
たぬき、たぬき、たぬき、たぬ、たを抜く、そういうことか。じゃあこの文章をそれで読むと、浜辺に行け。浜辺に行けか、そういうことだったのか。よし、早速浜辺に行きましょう。はい、行きましょう。浦さんも行きますよ。あ、わかりましたよ。よし、ここが浜辺だな。うん、ここに一体何があるんだ。何かないかな。特にこっちじゃないから、あっちの浜辺に行ってみる。よし、じゃあ橋を渡っていこう。こっちにも浜辺があるのかい、かちゃん。はい、あった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 。何かないかな。何かあるかな。あ、メッセージボトル。確かにこのメッセージ怪しい。2つある。2つも1つでいい。え、3つもどうなってるんだ。どれか偽物だ。じゃあ浜辺にあったメッセージボトルはそれだね。うん、開けてみよう。オッケー。ケニマイヤって書いてあったよ。53241。ええー。一体どういうことだ。わからない。さっぱりわかりませんね。僕には全くです。これも犯人が残した何かのメッセージに違いない。みんなはこの暗号がわかるかな。そしてこの事件の犯人は一体誰なんだ。この中に犯人が、間違えた。これはあのマリオパーティー、マリオパーティーのメンバーじゃん。違う。次回はこの事件の犯人がわかるぞ。なんか関係ない住人もいるような気がするが、まあ気がするだけだ。カールちゃん、何かヒントはないか。ケニマイヤ、まずこの言葉かなり怪しいな。何なの、言葉になっていないからな。この53214っていうのも怪しいな。なんか番号と言葉が、番号と言葉、もしかしてカールちゃん、んケニマイヤと53241って5文字だよね。数が一緒じゃないか。うん、1,2,3,4,5 って書いてある。53241っていうのは1から順番に5まであるだけだよ。ね、このケニマイヤの下にちょうどあるっていうのは何か怪しいぞ。ちなみに1の上に何がある文字は。や。や。じゃあ2の上は。ま。ま。3の上は。に。こういうふうにしてこの文章を解読すると、山に行け。山に行け。このメッセージは山に行くことを示している。よし、早速山に行こう。すぐ近くだった。よし、じゃあはしごで行きましょう。ここが山だね。ねえ、この山に何かあるってことか。あの一番上の方が怪しいんじゃないか。本当だ。どうだい、母ちゃん、何かありそうかい。特にないね。特に地割れとかそういうのだよ。あー、地割れか。地割れはないか。もっとくまなく探そう。はい。きっと犯人が残した何かがある。ここら辺にないか。ないね。ちょっと待ってくださいよ、二人様。僕も走るのあまり得意じゃないんで。運動不足だね。お、カルちゃん探偵、この花に何かメッセージのようなものが落ちてますよ。拾ってみましょう。メッセージはこう書かれている。私のメッセージをよく解読し、ここまでたどり着いたな。だが私はもうここにはいない。もっと遠くにいる。捕まえられるかな。はは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 。謎の回答。謎の回答。この一連の仕業は謎の回答のせいだったんだ。謎の回答と言っても回答は最近。化石は盗んだってことだよ、カルちゃん。この島よりもっと遠くの場所っていうと、離れ島。離れ島だ。そうだよ、カルちゃん。え、離れ島に行ったんだ、きっと。じゃあ私一人で行ってくるから、ここにまた犯人が来るかもしれないし、ここで待っといてくれるかな。そうだね。僕はここにグラさんと一緒に残るよ。うん、あの博物館の館内に戻ってくる可能性もあるしね。うん、そうですね、わかりました。僕はアナケナさんと一緒にあの館内に残ることにします。それじゃあカルちゃんは旅行券を使って離れ島に行ってきてくれ。はい、じゃあ取りに行ってくるよ、旅行券。頼んだよ、カルちゃん。あ、そうだ、カルちゃん、ちょっと待って。何？僕らは行けないけど、スマホでやり取りしよう。そうだね。それじゃあ向こうに着いたらスマホで連絡してくれ。はい。その後はスマホで通信をしながらいろいろ探してみよう。うん。それじゃあ頼んだよ、カルちゃん。はい、バイバイ。バイバイ。行ってくるよ。行ってらっしゃい。早く離れ島に行かないと。わあ。さあ、今日はカルさん、どこに行きたいんですか？お出かけしたいんです。お出かけですか？一体どちらへ？マイル旅行券を使いたいです。マイル旅行券、わかりました。それではお気をつけて少々お待ちください。すぐに行くように準備しております。キャプテンロトリー、キャプテンロトリー、
フライトロードリー、ロードリー、ロードリー、ロードリーってなんだ？ロードリー。じゃあ、いつでも OK だ。ロードリー、ロードリー。はい、では、良いフライト。ロードリーさん。グッドラック。到着しました。私はここで待機しておりますので、お帰りの際は声をかけてくださいね。グッドラック。傘持ってきてないや。ペペペペペ。え、なんだ。ペペペペペ。母ちゃん。はい。そっちの様子はどうだい。雨が降っているよ。え、そっちは雨が降ってるのか。うん。結構離れてるんだね、島自体が。うん。そうか、わかった。それじゃあスマホは音声オンにしといて。はい。いつでも話ができるようにしよう。うん。それじゃあ早速調査を始めてほしい。ここ繋がってるよ。うん。まずその離れ島に怪しいものがないか探していこう。卵かな。卵。今回の謎の回答とはあまり関係のなさそうなことだね。他に何かいろいろ探ってみよう。まずは何をしよう。わー、海の方に怪しいものはないかい。特に何もなさそう。何もなさそうか。うん。あ、木とかいろいろ揺すってみて。もしかしたら木の上に登ってるかもしれないし。そんなことありえるんか。ありえるありえる。あーやー、何もなさそうかい。ないね。もっともっといっぱい探るんだ。お、カタツムリ初めて見た。カタツムリ。カタツムリを捕まえた。でんでん、もしもし、カタツムリ。カタツムリか。謎の回答とはちょっと違いそうだな。なんかすごい遅そうだし。でも初めてカタツムリゲットした。嬉しいや。それは嬉しいな。うわぁ、海が広いな。じゃあヤシの目。そうだね、ヤシの木にいるか。いなさそうだな。よし、この木を掘り起こしてみよう。お、ヤシの木ごと持っていくわけだね。ないの。あ、いなさそうだな。魚、もしかして水の中に泳いでるかもしれない。じゃあ、おっきいお魚を探してみよう。でもまあ、一応やってみよう。なんだなんだ。釣れたのかい。ブルーギルだった。謎の回答ではなさそうだね。うん。てか絶対違うでしょ。よし、出てくるのか。ダンゴムシが。ダンゴムシか。謎の回答は一体どこに。出てこないつもりか。なんだあの魚、怪しい。なんか2匹繋がってる。もしかして謎の回答じゃないか。お、謎の回答が。釣れないな。卵だ。卵かよ。謎の回答が埋まってるか。埋まるわけない。さあ卵か。卵の中には入ってなさそうだな、さすがに。ないでしょそれ。そうだ、オレンジがなってる木も揺すっておこう。謎の回答落ちてこないな。そりゃあ。お、その穴の中にはいないか。いない。いないか。また取っちゃった。謎のカタツムリ。謎の回答というだけあって、どんな姿か全くわからないからね。人間でしょ。もしかしたら魚かもしれない。やばい。すべてを怪しいと思って探るしかないよ。タイ。タイか。謎のタイ。いや違うな。これはめでたい。しっくり来ないな。これで怪盗がいたら捕まえてやるぞ。どこだどこだ。お、捕まえた。バッタを捕まえた。なんでバッタ捕まえてたんだ。謎の怪盗、お前がバッタか。あ、バッタかっては言ってるわ。海に入ってった。ああ、消えてた。あいつじゃないみたいだ。どうだいカルちゃん。あ、あそこにも地割れがあるぞ。きっとそこに隠れてるんじゃないか。なんでだ。くまなく探すんだ。卵だ。あの野郎め。野郎ではないと思うよ。謎の回答はオレンジが好きかもしれない。回答、やーい、オレンジだぞ。回答、オレンジだよ、好きでしょ。そうだな、謎の回答はもしかしたらちっちゃいかもしれない。こいつに違いない。姿を現せ、謎の回答。ブルーギル。謎の回答、ブルーギル。一体どこ行ったんだ、謎の回答。こいつか、もしや。どうしよう。謎の回答。どうしよう。道場。謎の回答。メダカだ。謎の回答、メダカ。違うな。まだ小学生じゃん。どうだ。オッケー、謎の回答、ザリガニを捕まえた。なわけない。とうとう出くわしたか。謎の回答のレベルに。
こいつはこのサイズに違いない。あ、ダンゴムシだ。謎の怪盗ダンゴムシ。なわけない。じゃないよね。うわ、重い。なんだこれ。うわー、出たー。竜軍の使い。使い。謎の怪盗の使いではなさそうだな、でも。竜軍の使いだって。すごいの見つけたね。うん、壊れたし戻ろうかな。了解、かいちゃん。それじゃあ気をつけて戻ってきて。うん。え、お戻りですね。お疲れ様です。帰りたい。幸せ島に帰るんですね。大事なものの気をつけられないか。確認はお済みですか。ちょっと待って。松の会。かしこまりました。それじゃあお戻りですね。はい。ラジャーです。では参りましょう。バイバイ。よし、戻ろう。おーい。お、カルちゃん。なんもなかったよ。そうみたいだね。言った意味なかったよ。言った意味がなかった。意味がなかった。意味がない。犯人はもしかして俺たちに意味のないことをわざとさせてたんじゃないか。その隙にここの化石を取ろうとしてたのかもね。もしそれが本当であれば、この事件の犯人は、カルちゃん、フータさんのところに集まろう。この事件、分かったような気がする。何を言ってるんですか、アナケナさん。本当に分かったんですか、この事件の犯人が。そうなんですよ。とにかく、みんなで集まってください。行こう、カルちゃん。うん。フータさん。ああ、アナケナさん。どうですか、眠くて私はしか方法。おい。ああ、すいません、すいません。ほほほほほじゃないですよ、ふうたさん。僕たちはここの化石を盗んだ犯人を突き止めたかもしれないんです。ほほ、それはすごい。ほほ、それでアナケナさん、犯人はどこにいるんですか。ここには僕たちしかいないじゃないですか。そう、犯人は僕たちに意味のないことをさせて、あたかもこの博物館から化石を盗んだように仕組んだ。要するに、ここの博物館からは何も化石は盗まれてなかった。そういうことなんですよ。未完成だからそういう作戦がいけるわけだ。何をおっしゃってるんですか、お二人とは。だからわざと僕たちを遠ざけようとして、その隙に化石を取ろうとした。そう、そんなことで得するのはこの中に一人しかいません。そうだ、それはグラさん、あなたです。うわぁ、結構か、何をおっしゃってるんですか、ふうた館長。もう騙されません。ふうた館長、寝てる寝てる。何も聞いてないのか、あの館長は。聞いてましたよ、すみません。嘘。ほほー、そんなことが。いや、騙されてましたね、私も。ほほ。笑いすぎじゃん。ぐるりんぐるりんぐるりん。何も変わってない。どこ行った。どこ、みんなどこ、真っ暗なんですけど、どこ、みんなどこにいるんですかね。あれ、どこ、あれ、そっちは、間違えた、間違えた、ちょっと待ってね。そう、私が謎の怪盗、グラサンキッド。グラサンキッド、見た目悪すぎ。なんでそんな探偵を騙そうとしたんだ。お前たち二人はどちらかを犯人にして、私がここの寄贈品を盗むという計画だったのだ。なんてせこいやり方。結局一人になるチャンスがなくて、ことごとく計画は台無しになったよ。二人の名推理には恐れ入ったさ。それじゃやっぱりここから盗まれたものなんてなかったんだな。その通りだ。だから今回は私はここから何も盗んでいないからな。捕まえることはできないぞ。泥棒ではないからな。くそー。そんなことでも悪いことをしたのがダメです。うるさいな。しかし、今回は私の負けを認めよう。今度会うときは必ずお前たちの二人の目の前から盗んで私が勝つだろう。それまで楽しみに待ってるんだな。うはははは。ドロン。
ドローンと言いつつ走ってますけどドローン、あ、戻ってきちゃったよなんだなんだなんだ、ドローンの使い方間違っているドローン間違いいや、だからねこれは解散してくれないと一生ここ出れないんですけど出なくていいわ出なくていいわ捕まるわ出なくていいわやめてーもう出なくていいわ帰れやくそ、怪盗グラサンキッドめ隣にいるだからこんな感じかな見えてるよ怪盗グラサンキッドめでも僕たち二人の推理でなんとか犯人は何も盗むことがなく無事に事件は解決しましたよってフータさん寝てますよねいや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 その二人には本当に助かるなんだよせっかく事件解決したのにカルちゃんめっちゃびっくりしてんねまあとりあえず今回の事件は何も盗まれることなく無事に解決したってことで、はい、めでたしめでたしでしょカルちゃんそうなのそうでしょいやまず捕まえてないからめでたしめでたしなのかよくわからないいや次回会った時は必ず捕まえるぞ怪盗グラサンキッドめ俺たちは絶対捕まえるまでお前を見逃しはしない。そうなの？はい、ということで今回は動物の森で探偵遊びをやってみました。はい。寝る。あー、ふーたさん寝た。いや、今回はね、グラサンキッドとの対決でしたが、まあ見事に物を盗まれることなくこっちの推理勝負で勝ちましたね。うん。次回会うときは必ず捕まえたいと思います。はい。それじゃあ今回は以上です。この動画が面白かったらグッドボタン押してね。チャンネル登録もよろしくね。他にもたくさん動画があるんで見てください。見てね。それじゃあ次回の動画でまた会おう。バイバイ。バイバイ。グラサンキッド怪しいところにいるねどっか行くな